琴引き浜、琴引き浜は、京都府京丹後市網野町がかりしにある砂浜である。琴弾団浜とも書く。鳴き砂の浜としては、日本最大級の規模を持つ。日本海に面した砂浜で、河口岩出の白車から成り立っている。鳴き砂で有名な白車聖章の継承地で、幅70から80メートル。全長は1.8キロメートルとされるが、砂浜は、 1> 約1キロメートル。1987年、昭和62年に、網野町の指定文化財に指定され、2007年、平成19年には、国指定の天然記念物、名称に指定された。若狭湾国定公園に含まれ、丹後天の、橋立大鉱山国定公園にもなっている。また、琴引浜は、日本の白社聖書百選、1987年、 日本の渚百選、1996年、残したい、日本の音風景百選、1996年に、選ばれている。2001年、平成13年に、網野町美しいふるさとづくり条例が制定され、世界初の禁煙ビーチとなった。また、とびき浜のなり砂を守る会が、ゴミなどの清掃活動を行っている。小飛浜なき砂文化館では、 小飛木浜に打ち上げられた漂流物が展示されており、韓国からのゴミや過去のナホとかゴ重油の被害で泣かなくなった泣き砂を取り戻す作業風景の写真などが展示されている。1994年、平成6年から毎年ビーチ清掃を広める環境イベントとして、裸足のコンサート続いている。夏には海水浴客で賑わう。 海水浴シーズンを迎えると海開きが行われ、海開きの日には安全祈願祭が営まれる。2019年、令和元年は6月30日に海開きした。とびき浜という名前は、鳴き砂のキュッキュッという音を、ことの音色に例えたことに由来している。古くは、こと団浜、こと栄浜とも書かれていた。また、地形学的に、こと団、 琴団という名前は、小峠が、樹二、そして琴団に転化したものと言われている。1763年、法歴十三年から1842年、天保十三年にかけて執筆された、単歌詞では、琴引浜について、太古浜前後六十七丁の間、足を引いて砂をする、その聖建前として、微妙な音あり。 ラジオ元の金尾高セミ声細玉、車編に今軽月鶴間清という一連を九歩の間に印えたり、稔に天地の無限庫となり、とある。三輪の茂尾の解説によれば、小びき浜は太鼓浜の前後、六、七丁の間、足を引いて砂をする、その声、牢禅、牢禅として、微妙な音あり、ラジオ元の金穂の馬、そうセミ声、細玉陳形、 月鶴館清という一連を旧保管府の間に印得たり、実に天地の無限古となりと絶賛したもので、泣き砂の浜は世界各地にあるが、このように古くから注目を集め、記録に残された例は他にない。小飛木浜は網の砂丘と称される、緩やかな砂丘が海岸に沿って連なり、約七万年前に形成された小砂丘と、 小砂丘の上30センチメートルほど被さるように、海側に展開する約5000年前に形成された新砂丘とで形成される。二つの砂丘の下には約1、300万年前の地層、網の類層があり、砂岩、霊岩、凝海岩、歴岩で形成されている。この地層は丹後半島の海岸の崖や小飛浜中央部に露出する岩礁を見ることができる。 浜の中央やや東側に流れ出るかかり津川は、地元では景気川と呼ばれ、この小川は海流の影響を受けて浜辺の流路が変化する。その流れの方角で景気を占った。砂は細かく均一な白っぽいベージュ色でザラザラとした硬さがある。砂の主成分である石英は約6、百0 0万年前地下で生まれた 河口岩マグマが上昇し、冷え固まったものと見られ、山地から沿山川や田川によって削られ海に運ばれた海底堆積砂が沿岸流によって打ち上げられ、砂浜を形成したものと見られる。宮塚河岩は、荒い粒の白い岩で砂鉄を多く含むのが特徴であり、丹後半島各所に見られる。東方向には、久防止堤が伸び、その先には、 橋一海岸を望むことができる。海岸には陸警察、トンゴロ地形が見られ、岩に波の力が弱められた結果、内側に現れた砂が寄る。拳で叩くとどんどんとまるで太鼓のような響きを出し、ここは太鼓浜と呼ばれている。砂が岩盤の上を移動するので、時期によって太鼓浜の位置も移動する。西方向には万丈山を望むことができる。音の出る要因は、 よく揃った丸い石英の粒であり、春先から初夏の乾燥した季節に最も良い音色を奏でる。小飛き浜の砂の約70%が石英であり、平均流径は約0.6ミ、mm、リメートルと、他の泣き砂の浜の砂より大きい。この砂の範囲は小飛き浜の沖合、水深10メートルほどの海底まで分布している。砂丘が発達しており、 黒松群落が大部分を占めている。砂丘の背後の大地に樹林が続くが、幅は狭く、地形に起伏が多いため、連結してはいない。さらに、海岸の左右には、自然の紅葉樹林帯となっている。浜郷群落天景海谷、根沙沙、すすき群落、赤目菓子群落、工房麦浜にがな群落及び、ブ分の木群落などが見れる。 人工的な構造物が一切ないため、環境変化に弱い弱小な生物が多数生息している。1987年、昭和62年に、小飛木浜なり砂を守る会が、地域住民により設立され、小飛木浜の環境を保護する活動が活発になっていった。小飛木浜の情報理解と活動の拠点として、2002年、平成14年に、 小飛木浜キき砂文化館が開館した。リュウグーロマンタンは、小飛木浜の沖合3トル、水深2 7ルに酒を半年間沈め、一定の水温が保たれた、紫外線の届きにくい環境と波の揺らぎで熟成を図る取り組みである。物流が発達していない時代、長い輸送期間中に船やトラックに揺られた酒は味が変化したと言われ、 日本酒は美味しくなるという説があることから、2014年、平成26年に、地元の漁師と酒販店が試行を始めた。波に流されたり盗難に遭うなどしつつも、翌2015年、平成27年に、丹後の酒蔵有志らで結成した、共同団体丹後酒針によって、その後も、継続的に取り組まれている。海底から引き上げられた酒瓶には、 富士壺などが付着している。2018年、平成30年9月は、丹後、与佐地域の酒蔵10社12銘柄の酒瓶240本が、無事に熟成されるようにとの願いを込めて、網の神社のお守りと共に沈められ、翌2019年、令和元年5月に引き上げられ、引き上げの様子は、関西テレビでも紹介された。 細川雄斎や細川柄社も和歌に読んだとある。白滝神社は、京丹後市網野町がかり神に、小飛び木浜を見下ろすように鎮座する神社である。名前の由来は、神社の西の海に面したところにある白滝から来ている。祭神は、大物主名。創立は不明だが1757年に現在地に、仙宮と記録があり、もともとは、現在地より、 若干西側に鎮座していた。1873年、明治六年孫社に列せられる。昔、出雲国より、大国主名が船で通りかかった時に船底に開いた穴を、サザエが塞いで沈没を防いだという言い伝えがありそれ、以来、小飛木浜のサザエは、棘がない丸いサザエがいると言われている。御神体は、流木南体の形をした。御神体と女体の形をした。 ご神体があったが、現在は東南に愛女体のみがご神体として、祀られる。大国種名、大物種名の縁結び信仰と女体神が、南大神の帰りを待つこととかけたと考えられる。恋愛成就の石踏みが、境内に建納されている。白滝神社御殿記によると、浮津岩より、宮の下と称する間に散する、阿波び、サザエは一段期待にして、棘なしと記されている。 殻の角が鋭くない無棘型サザエは波のない内海に多く、有極型サザエは波に流されないためにトゲが発達したと一般的に言われるがこれは俗説であり、専門家によると個体差の問題であるとい、一般と異なり特殊である無棘型サザエであることが大国主名の信仰と結びつき伝説化する契機になったと考えられる。 類似の伝承が将来市の赤淵神社、新温泉町の宇都の神社に伝わっている。丹後国は713年、同和6年、田島国は7世紀後半に、丹波国より分割され、もともとは同じ国であることから古代史において、歴史的に共通、還元する部分が多く、氷米少の地、彦在の地ともに、草壁市の始祖と言われ、丹後には浦島伝説など、 草壁氏と関係性のある伝承を多い。丹波国浦係水門、丹波国浦掛けの港は、日本初期有楽天皇22年8月の条によると、有楽天皇が亡くなった時、白木将軍奇病代が、江戸の五百人の府衆を率いて、故郷を奇尾に立ち寄った。その時、有楽天皇の崩御を知った府衆が反乱を起こした。は、水門で戦い、 鎮圧を試みるが勢力が強く、最終的に丹波国裏掛かり水門まで追い詰めて鎮圧した。裏掛かり水門は、網野町がり津であるとする説がある。一般的には、現在の京都府京丹後市美浜町浦明が、規定地とされる。古く赤欠は、掛の裏、県の浜と呼ばれた。沢清は、小飛び浜の砂丘を突き切る川が運ぶ砂と、 北西季節風の吹き返しによりできた崖のような地形、崖 e 砂の崖のような射景地が、かかりつの語源ではないかと考察している。海岸段丘の一番奥に、キャンプ場と駐車場がある。無味無臭、潜出は含む、食塩に洋炭純潜である。毎分200リットルの輸量である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。